り一匹逃がしはしない。南極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 。遊びじゃねえんだよ。ふっ、しがん。ふっ、しがん。うん、まっさらさ。六王眼。うん、うん、六王眼。強くなったのは何もお前だけじゃない。通常攻撃は斬撃を飛ばすような。通常攻撃リーチ長い、長めですね、結構、はい、長めになってます。対岸にも届きます。対岸は届かない、ギリギリか。それぐらい、はい、じゃあちょっとディフェンダーなのでお宝を出しますね、はい、でここ回復、お宝ゲージの回復速度がすごく速いのでそこ注目してもらえればと思います。早い、早い、ぐん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 、めちゃめちゃ早い、早い、一番早いあっという間に、ね、これじゃあ本当最後の残り4秒みたいな時でも角、ね、だったらそうです、ね、ワンチャンって感じです。うわ、はい、じゃあ、ロジの通りに来てもらってもいいですかね。はい、通常攻撃に吹っ飛ばしがあるので、まあ、ロジャーの攻撃もこのような形で吹っ飛ばしてまたすぐ回復して、また吹っ飛ばしてまたすぐ回復できる、そうなっております。ロジャーさん相手でもこれか、ね、非常に守りに長けたキャラクターかなと思っております。ではもう一回スキル使いますね。スキル、はい、非常に長押し、長いスキルとなってます。時間長い、後から来たやつも後から来てね、誰も近づけないじゃないですか。なかなか近づけない。スキルとなっております。麦わらの一味に対して与えるダメージが、はい、上がりますので、ビガンですね、キリマンジャイロですね、うん、キリマンジャイロ、まあ、ゾロとか、まあ、ルフィとかですね、に対しても非常にこう強く出れるような形となっております。すごい、このスキルがいいですよね、こう長くて、ね、近づけない、ずっと近づけない、ここにいられると嫌ですね。で離すとスキルをこう放つよ、離すとスキル、まあ、自分の2位のタイミングで変えることができます。はい、じゃあ倒してもらおうかな、次ルッチに行こうかな。いい、まあ、日頃の恨みかというぐらいちょっとなんか決めてくるな日頃の恨みをちょっと日頃の恨み、ほらほら、家の日頃の恨みを、家の恨みかちょっとなんかあんのかなと思ってそれだけじゃないと同時にないよねないよね、圧がきつい、はい、ルッチとなっております。はい、でルッチは、通常攻撃系で長押しをすると覚醒状態、覚
生。覚醒フォルムかっこいい。で、あの攻撃力が上がってるのが見えるかなと思いますし、うん、長押しで戻ると、うん、速度が上がっていますね。あ、本当だ。で、またすぐに。そのマップには映ってないですか、これ。それではですね、じゃあ相手のマップに映ってないかどうかを、うん、見せましょう。あ、見せない。すごい。はい、では、ちょっと待ってね。戻すね。はい。はい、じゃあ青木の画面をお願いできますかね。はい。はい。あの映ってないのが分かるんじゃないですか。はい。うわ。本当だ。うわ、これ裏取りされちゃうな。非常に奇襲することが得意。これを待ってたよ、俺は。となっております。これは楽しい。そうですね。はい。でスキル1ですね。スキル1の乱脚ですね。乱脚。はい。画面の方を戻してください。戻していただけますか。はい。スキル1やりますよ。こうマーカーがこういう風に出てきまして、自分でこれ移動、電気に移動することができますね。なんか新しいタイプの、ものすごい新しい。遊びじゃねえんだよ。遊びじゃないんだよこれ。で、カミソリですね。カミソリも、まあ、非常にかっこいいスキルとなっておりまして、移動もすごいできますし、まあ、速度も上がってると思うので、まあ、非常に、裏取りだったりとか奇襲に長けた、キャラクターになってるかなというふうに思っております。はい。で、そうですね。じゃあ覚醒フォルムになりますけど、まあ、通常ちょっと今ブースト中だからあれですけど、まあ、通常攻撃もこう多段なので、まあ、セラフィムのですね、あの3回無敵とかも非常にこう激しやすい。うわー、そう強いですね。倒せます。うわー、はい、もっとやられちゃった。やだよ。スネークもう一回出してもらってもいいかな。よし、お待ちください。はい。でマーカーはあの段差とかは越えることができないので、ここ、まあ、飛び越えたりはできないですね。まあ行けるところです。そうです。はい。となっております。じゃあ、ダッシュするね。触るなブレーモノ入れてもらってもいいかな。はい。ただ状態上短縮なので、まあ、非常に石化が、はい、石化もされない、はい、そうですね、はい、はぁ、強い。じゃあ、爪痕状態を、ロジャーにつけようかな。はい、青ピーの画面見せれますかね。はい、はい、これ今カムサリが持ってない状態になってます。押せない。やだ、なくなっております。はい、爪痕走れないです。爪痕状態。うわうわ。爪痕状態の解除はどうしたらいいんでしたっけ？時間ですか？時間ですね。うわ。たまらんぞこれは。はい、もうやっつけちゃっていいんだもん。やっつけちゃっていいですね。ね、まあ、あとスキルとかでも、はい。画面を戻してください。ツーストだな。じゃああれですかね。もう一回ロジャー出してもらって、はい。はい、じゃあちょっとお宝エリアに向かいます。で、あの覚醒フォルムの時に、お宝エリアにいる敵に攻撃した時、体力が 5% 回復する、かつ特性ですね、敵から KO されるダメージを受けた体力が回復するを無効化するスキルを持っているので、じゃあ、はい、やってもらって、ロジャーってあの1回復活があると思いますけど、それを無視して KO することもできます。うわ、ね、すごい。オラオラオラ。おーおーおー。まずかったらこう逃げたりとか。逃げて、おお、まあ、非常にこう機動力に長けたキャラクターかなというふうに思います。まあ、敵を倒すときは、まあ、基本的には覚醒フォルム状態になって、裏取りを狙ったりするときは、人型に戻ってっていう形ですね。はい、でまた移動速度だったりとか上がってたりするので、まあ、そこをまあうまく駆使して戦っていただけると遊びじゃねえんだよ。まあ、使いこなしたら非常に強い強力なキャラクターになるかなというふうには思いますね。ちょっとテクニカルですよね。あ、そうですね。やれることが多いから、はい、結構あの状況に応じてあの使い分けが必要になるキャラクターかなというふうには思いますので、上級者の方とかが使ったら相当強そうな、やばいね、そうですね。ロゴも今ものすごい気持ちいい、気持ちいい、うわなっております。はい、はい、素晴らしい。
はぁ、あ、回ってますね。いつ